はい、どうも、シアです。早速ゲーム実況やっていきたいと思います。今日やるゲームはサイコロサイコ。もうこれやばいよね。もうイラストからしてやばいよね。もう見た瞬間やりたくなっちゃってね。早速やらせていただきます。スタート。作者さんは有名なカロンさんですね。なんか調べたらヤンデレ系とかメンヘラ系メインで、なんかこう ADV アドベンチャーゲーム結構作ってますね。それこそ俺が一回やったのだとヘンゼルとグレーテルのダークサイド、面白かったですね。お、サイコロサイコは精神病をテーマにしたゲームです。何？この物語はフィクションです。まあそうだな、実在されたら困るわな。お、カロンプレゼンツ、美しいんだけど。もう最初の冒頭のあのイラストとはもう似ても似つかぬぐらい清楚だね。お、風の音が聞こえる。そよそよと吹く風に揺れる草と白い花の匂い。何年ぶりに見たかわからない星空は澄んでいて、果てしなくどこまでも続いている。ああ、そうか。僕はやっと外に出られたんだ。あの場所から抜け出してきたのでしょ？僕のよく知る彼女が懐かしい声で囁いた。どこだ？あれじゃない？これ。BGM は素敵だけど、抜け出してきたって冒頭の最初の女の子から、女の子に監禁されてそこから脱出してきた的な。彼のことはもう気にしなくてもいいのよ。彼、あなたは今はもう自由の身。どこへでも好きな場所へ行けばいい。ああ、そっか。そうだったっけ。いくつもの犠牲を払って僕は自由を手に入れたんだ。あなたが転がすサイコロの未来、それはどんな形をしているのでしょう。さあ進もう。神々の資源と卑劣な性敵が呼んでいる方へ。なんかすごい壮大な話なんだけどサイコロサイコ、美しいね。あれ、なんか俺が思ってた以上に結構世界観のスケールでかい感じなのかな。水の滴る音がする。空気は埃っぽくカビ臭い地下牢だ。監禁されてる。いつからここに閉じ込められていたのか、なぜここに連れてこられたのかは覚えていない。もう随分と長い間ここにいたような気がする。同じ部屋に入れられている男は相変わらず静かに石ころで手遊びしている。真四角なその石ころを高く投げてはキャッチしているのだ。暇そう。暇つぶしだろう。どうせここから出る方法などないのだ。おい、生きているか。ウィス、元気です。静かな部屋の中に男の声が響いた。彼はたまにこうして僕へ話しかけてくるのだ。その度に僕は適当な返事をする。明日この部屋に清掃が入るらしい。お、脱出のチャンス。僕らがここから出られる最後のチャンスかもしれない。男は一つの古びたサイコロを差し出して僕に見せた。賭けをしよう。なんだ？サイコロを振って大きい目を出した方が勝ち。負けた方がおとりになって勝ったやつを逃がす。うわ、もうそれ絶対負けたくない。どうだい？悪い条件じゃないと思うが。僕も君ももうすぐ処刑される身なんだ。犯罪者なのか。今さら失うものなんてないだろ。彼がイカ様を仕掛けている可能性を考えると気は進まないが、その提案に乗ることにする。どうせもうすぐ終わるのだ。希望などないんだし。決まりだな。それじゃあ僕から失礼するよ。まあ、案の定俺やおとりコースじゃん。男はサイコロを高く放り投げ、やがて地面に転がった。6、もう勝ち目ねえし。ああ6だね。もうこうなってしまえば僕も同じく6を出して再戦に持ち込む以外勝ち目はない。僕はごくりと生唾を飲み込みサイコロを転がした。そんな奇跡起こり得るか。僕が出した目は、まあ、案の定もう4だし、不吉すぎる。僕の出した目は4だ。4、いいとも悪いとも言えない中途半端な目。全ては結果なのだから、こんな数字に喜ぶほどの価値などないだろう。物事は勝負は勝てなければ意味がないんだ。心配になんか、もうおい、今読み間違えたよ。失敗になんか意味はないんだよ。僕はどんどん遠ざかっていく富と成功をしらけた瞳で見据えていた。じゃあおとりになるか。主人公その逃げ出すやつなんかな。どうなんだろう。 BGM 悲しいよ。すっごい悲しくなってきたこれ。お、また出てきた。カロンプレゼンツ。アニメーションか？悲しいって。てっきりもうこの心の声出してる方が主人公だと思ってたんだけどな。あ、サイコロが落とされた。あと、なんかこの作品、過去の作品の続きって書いてあったんだよな。うん。なんて言ったかな？メンヘラフレッシアだったっけ？その作品も、後々やろうかな。あ、出た！お、動いてる。瞬きした。かわいいね。
なんかね、で、また見てたところによると、あー、ちょっと待てよ。ちょっと読んでく？その数字に取り憑かれた少女は？少女は？なに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 ？結構ぬるぬる動くね。目がちょっと怖いんだけど。でも可愛いね。ありです。で、そのサイコロサイコって言うじゃん？タイトルが。で、そのサイコロって6面あって、6キャラを1人ずつ段階で紹介していくっていうか、1人ずつの物語を後々出していくって書いてあったね。胸の奥に塗られてた強い復讐心で、読めなかったよ。可愛い。もうこれだけ見てるとサイコパスキャラじゃないように見えるけど。あなたを絶頂へと導く。何？ギャンブルとかさせてくれんのかな？任せろ。最近嘘食いって漫画読んでね、ちょっとギャンブル的レベルがちょっと上がってきてるから俺。かわいいな。結婚したい。今ここにサイは投げられた。おわ！かっこいい。今俺サイって読めたところを褒めてほしいんだけど。あ、これなんかやっぱギャンブル要素来るのかね。サイコロサイコ。第4の出目。あ、だから4だったんだ。あの左下になんかあったじゃん。サイコロ通過四角が。なんで4なんだろうって思ったけど。他にもどんなキャラ出てくるんだろう。楽しみだね。それこそ過去作やってる人は知ってるのかな。その、メンヘラフレッシアだったかな？これ違ったらごめんな。僕の名前はメタロウ。名前かわいいな。私立公式学園に通っているごく普通の高校2年生。これといった特技もないし、成績が特別いいわけでもない。平凡すぎて没個性な人間の一人だ。俺も俺も。最近のクラスメイトといえば進路で悩んで焦っているやつがほとんどだ。僕らはまだ2年生。未来のことを考えるにはまだ気が早い気がするんだけどな。みんな勉強には真面目に取り組んでいるし、内心を気にして目立つことをするようなバカもいない。僕もそのうち一人だけど未来について考えたって意味がないことくらいは知っていた。どうせ考えたってわからないのだ。だから適当に生きている。今日も明日もきっと数年後も。ちなみにね、勉強はしっかりやっといた方がいい。マジ後悔する。大人になってね、ああやっぱ勉強しといた方が良かったなって思うよ。これほんとマジでね。ボケっとして歩いているとポンと背中を叩かれた。かわいい。この子もまた主要キャラなんだろうね。おはようメタロウ。おはようっす。振り向くと一組のカップルが仲良さげに腕を組んでいた。何？彼氏持ちか？男もイケメンじゃねえか。あれ、それこそこの子、男の子あれじゃね？サイコロ投げてた子じゃね？次元かな？よ、早いな。雪丸くんだ。ナナと雪丸、名前。なんかいいな。なんかモテそうな名前しちゃって。二人とも僕の幼馴染で幼稚園からの付き合いだ。近所に住んでることもあって、よく三人で遊んでいた仲なのだ。三角関係にならなかったんだね。高校に入るや否や、ナナが急に色気づいて雪丸とくっついたようだ。うう、主人公悔しいだろう。特に二人から報告なんかはされていないが。やれやれ、僕は蚊帳の外かよ。二人とも手なんて組んじゃってさ、朝から見せつけてくれるな。相変わらず仲がいいようで、嫉妬の炎に狂わない主人公、大丈夫？ほんと、お似合いのカップルだよ。僕なんかが割って入る隙もないんだろうな。当たり前だけど。お、どうするこれ、さっさと別れろよっていうか、ちょ、これ言うところ大事かもしれないからね、セーブしとこうか。コンフィグ、あ、すごい。え、細かく作られてるな。これセーブないんじゃね、もしかして。バック。セーブは、あ、これウサじゃない？やっぱり、ウサがセーブだった。どうしようか。爆発しろリア充ってのはよく聞くけど、さっさと別れろよとか言ってみる。あーね、雪丸メタロウが嫉妬しているよ。やめろ、茶化すな。そうだな、かわいそうに。俺らのラブラブが羨ましいんだろ。やめろ、お前ら。プププメタロウ、ブサメンだからモテないもんね。かわいそう。おい、性格悪くねえか、この子。あ、そうだ、私がプロデュースしてあげようか。ナナの挑発をさらっと華麗にかわす。内心腹は立つけど、相当えぐいこと言われたかんね。こいつらの皮肉には慣れている。別にいじめとかではなくて、そういう、じゃれ方なのだ。ほんほん。昔からよくお互いをいじり合っていて、それが至極当たり前みたいな感じである。お、お、言うねえ、お前も画面崩壊してるだろって。あんま性格ブスだと振られるぞ。ここは下だろ。正論突きつけてく。ああ、言ったな、覚えときなさいよ、メタロウ。もうカラオケ誘ってやんないんだからね。カラオケ。まあ、雪丸とのデートに忙しいから、あんたなんかと遊ぶ暇すらないんだけど、ああ言えばこういうこの子。ほらほら、その辺にしとけよ、二人とも。雪丸がやれやれと見かねた様子で間に、間に入ってくる。いつもこんな調子だ。なんだかんだで僕らは、腐れ縁の幼馴染なんだよな。いいね、幼馴染。
幼馴染とかも周りにいたわ、いたいた、当たり前の日々、没個性な学校の中で大勢に囲まれて埋もれていく。授業を聞くだけ、勉強するだけ、友達と話すだけ、モテないし彼女もいないし、本当につまんない日常だな。普通、学生時代は青春ってやつじゃないのか。僕には青春を謳歌している要素が一つもないじゃないか。僕の学生時代、このまま終わっていいのかって言ってると、すごい強烈なメンヘラの子は来ちゃうってことでしょ。ずっと何か刺激が欲しいと望んでいた。やめとけやめとけ、後悔するぞ。お、ほらほら、もう目線がやばい。私あなたのこと狙ってますわよって顔してる。今ちょっと舌が足らんかった。放課後、やることも特にないので近くの公園に寄り道してみた。ベンチに座ってさっきコンビニで買った焼きそばパンを頬張る。この店の焼きそばパンはマヨネーズがかかってて美味しいんだよな。僕のお気に入り。うわ、カロリーすごそう。公園の広場では子供たちが元気に遊んでいる。隅の芝生の方に目をやると見慣れない光景があった。なんだなんだ。一人の女の子が三脚に向かって何かを話しているのだ。ん？三脚には高そうなビデオカメラのようなものがセットしてある。確かああいう機器って結構高いんじゃなかったかな。彼女はこんな場所で何を撮っているんだろうか。それとも、間違えた。それもたった一人で。もしかして、最近流行りのウサチューバーってやつ、ユーチューバー。大流行中の動画投稿コミュニティ、ウサチューブ。かわいいな。略して、ユーチューブでいいかな。カタカナでユーチューブと呼ばれてくこともある。世界中の動画投稿者が集まる場所だ。すごいよな、ユーチューブ今。一人でもう突っ走ってんもんね。動画投稿者は一般的に YouTuber などと呼ばれている。顔、いやもう、じゃあこれ YouTube の衣装なんかね、もう決めすぎだよね。おーい。え、女の子はいつの間にか僕の方を見て手を振っていた。お、企画に参加しようか。僕を呼んでいるわけじゃないよな。キョロキョロと周りを見回し、誰もいないのを確認してから僕は自分を指さしてみる。そう、合ってる合ってる、そこのお兄ちゃん。お、お兄ちゃんとか言われちゃった。あの子いくつなんだろう。どうやら彼女が呼んでいるのは僕で間違いないようだ。なんだろうっていうか誰だよ。あの子。もしや昔の同級生、派手な同級生もいたもんだ。いや、あんな派手な髪色の子なんかいなかったしな。僕は怪しみながらもゆっくりと彼女に歩み寄ってみることにした。かわいい。いや、ちょうどよかったぞ。僕が来たのを確認すると、女の子はニカッと歯を見せて笑った。この刃がいいね、刃が。ストライクです。服装は独特で露出多め。金髪に近い派手な色のポニーテールをぶら下げている。お兄ちゃん悪いんだけどさ、ちょっとこれ持っててくんないかな。何？突然こんなこと頼んで申し訳ねえ。少しの間だけでいいんだ。頼むよ。わけもわからないままそれを受け取る僕。カメラ持たされた？それを受け渡すと彼女はそのままどこかに走っていってしまった。なんだ？彼女はお手伝いが欲しかっただけじゃないのか？知り合いでもなんでもない。まあ当たり前だけどさ。少しでも期待した自分がバカだった。そういえば僕は何を持たされてるんだ。え、カメラじゃないの？シャッとしっかり確認して。気になって自分が握っているものに目をやった。僕が握っているのは大きくて丸いもの、小さくて黒いもの。なんだこれ、なんだこの選択肢は。一回セーブしよう。何かしら意味のある選択肢なのかな。じゃあ大きくて丸いもの。風船？あの子から預かったのは空気がパンパンに入った大量の風船だった。何？小さくて黒いもんだったらなんだろう、ゴキブリか。手を離せば飛んでいってしまうだろう。なるほど、固定するものがなくて困ってたみたいな感じかな。一人で運営している人は大変だな。うまく想像できないけど、実際は辛いこととか嫌なことってたくさんあるんだろうな。 YouTuber もね、楽してるって思われがちだけど結構大変だと思うよ。編集時間とか相当取られてるはず。しばらく待っていると彼女がバケツを持って戻ってきた。お、なんだなんだ、いや BGM。悪い悪い、お兄ちゃんありがとな。助かったよ。僕は怪訝な顔で彼女を見る。人を呼びつけておいて随分と粗末な態度じゃないか。まったく最近の若い子は。いやー申し訳ないね。今動画の撮影中だったんだ。今いいとこでさ、手離せなくなっちゃって。風船使ってどんな動画撮ろうとしたん？で、困ってたらちょうど近くに君がいたってわけ。本当に助かったぞ。君は俺っちの恩人だな。動画、この子やっぱりウサチューバーか。最近増えてきてるんだよな。街のあちこちで撮影してる人を見かける。あ、そういえばうち田舎だからあんま見ないんだよな。都会とか行ったら結構いいのかな、自撮り棒持ってさ、なんかこう一人で動画撮ってる人。とは言っても有名になれるのはほんの一握りで、新参者には少々苦しい世界なのだろう。
偏見かもしれないけど、こんな時代でも自由に生きたいと夢見る若者は多いのかななんて考えたりもする。何の夢もない僕に比べたら、夢見ているだけじゃなくて行動に移せるというのはすごく立派なことなんだよな。ところでさっきの風船は一体どんなことに使われたのだろう。そう、それが気になる。興味本位で尋ねてみることにした。いやー、どっちだ。どんな動画なの。風船に何に使うんだ。あー、した。でもな、背景がすごい不穏だよな。 BGM に全然合ってない。およ、気になるのか知りたいのか。ほんなら特別に教えてやろう。大量の風船で人間は空を飛べるのかって検証企画なんぞ。面白そうだろ。面白そうだけど2番線時間が多分誰かやってる。そんな絶対できるわけないだろうというツッコミは置いておいて、なるほどな。よく見る人気の検証系動画か。男性が体を張っているイメージが強いが、こんな華奢な女性もやっているのかと思うと驚きだな。風船何個で飛べんだろうね。おっと、自己紹介が遅れたな。知ってるとは思うけど今回は特別に。ごめん、多分君まだ無名だ。俺知らないわ。彼女はスイッチを切り替えるみたいにしてスーッと息を吸った。ブンブンとか言わない。ハロー YouTube ダイスのデメアヨッチの4。アマチルチシル我知る人知る。ちょっと恥ずかしいんだけど挨拶が。どうも、花火師チャンネル検証系 YouTuber のサイコだぞ。ちょっと痛いっていうか恥ずかしいっていうか、でもまあこれぐらいのノリをこなしてこそ YouTube だとは思う。どうだ、普段はほとんどファンサービスなんてしないんだぞ。ありがたく思いたまえ。知らないもんな。このグッキュキュッ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 って言うと、なんか音がちょっと耳につくね。およ、あと君さ、もしかして俺っちのことを知らなかったりして。ごめん。あだー、これ上は痛いな。どうしよう。あ、でもあいたたたたとか言いたいね。ちょっとセーブしよう。あんま侮辱しすぎると急にね、なんか武器振るわれても困るしね。これ。あ、目が怖い。うわ、マジか。サイコは照れて画面を真っ赤に紅潮させている。かわいい。やっぱり動画でのテンションはキャラ作りみたいなところはあるんだろうな。おー、俺っちなんて勘違いよ。クソ恥ずかしいぞ。うん、かわいい。この感じだとまだ全然ね、メンヘラに落ちるような感じないけど。それにしてもなんて痛々しい挨拶なんだろう。これを毎回動画の冒頭でやっていると思うと、なんだかこっちが恥ずかしくなってくる。まあまあ、まあでもキャラ付けだからね、こういうの結構大事だったりするよ。この子はきっと今、ウサチューブ上に黒歴史を大量投稿しているのだ。そうに違いない。やめとけって、恥ずかしいから。まあいいや、知らない人がいるってことは、俺っちもまだまだってことだな。見てろ、これからもビッグになって見返してやるからな。底辺なのか有名なのかはわからないけど、ともかく普段から彼女が元気いっぱいなことだけはわかる。オンオフ問わず。それでそっちは名前なんてんだ。シュウヤンです。違ったか。お、メタロウだぞって言うべき。ここはさ、ちょっとノリよく行くべきじゃね。ハローウサチューブやろうぜ。ああ、メタロウ、お前面白いやつだな。気に入ったぞ。よっしゃ、好感度いいね。彼女の真似をして僕もおかしな自己紹介をする。サイコはかなり気に入ってくれたみたいだ。普段はこんなふざけたことはしないけど、なんとなくやってみたかった。影響受けちゃったね。はっ、こんなことしてる場合じゃなかったぞ。早く今日の動画作らねえと。サイコはギャグみたいに口をあんぐりと開いて慌てて準備を始めた。忙しそうにしている彼女の横で僕はポカンとその様子を見守る。全部一人で考えて準備して投稿するんだもんな。なんか大変そうだな。僕にできることってある。おお、手伝ってっちゃう。これで人気コンビ YouTuber になっちゃうわけだ。マジかよ、手伝ってくれんのか。お前超いいやつじゃんか。ありがとうよ、助かるぞ。一人だとなかなか大変でさ。冗談半分で言ったつもりが喜ばれてしまった。やっぱり大変だったんだろうな。どうせやることもなかったし、ちょうどいい暇つぶしだ。というわけで僕は彼女をお手伝いすることになった。じゃあ飛ぶか風船で。またキュッキュッキュッって BGM が。浮いたら風で飛ばされるかもしれないから、その時はカメラを持って追いかけてほしいと言われた。おお、そんな風船持ってきてんのか。いや、そんな心配いらないと思うんだけどな。ぷくく。笑いをこらえながら僕は彼女の要望を心よく引き受ける。これ行こうぜ。彼女にしちゃおうぜ。で、あの、ナナちゃんと雪丸だっけ。僕ちょっとバカにしてやろうぜ。俺にはこんな可愛い、ちょっと痛いけど、いい彼女できたんだぜって。風船にヘリウムガスを入れて膨らませる。地味な作業が続く。ははは、なんだメタロ。俺っちとためなのかよ。なんでそれを先に言わねえんだ。つうか、俺っち、久しく学校行ってないからな。何、不登校か。曜日感覚もめちゃくちゃだしさ。毎日こんなことやってんの。ウケるだろ、生粋のバカだからな。でもまあ自分のやりたいことしっかりやってるってのは、いいことだと思う。途中何度も彼女が話しかけてきて笑わされる。
普段こんなに笑うことなんてないし、僕はちょっとずつ不思議な気持ちになっていく。いや恋するねそれは。なんだか子供の頃に戻ったような気分だった。市販の風船で数は30個ぐらいか、少ない。その大量の風船を彼女の体に取り付ける。そしていよいよ実験が始まり、サイコは空を飛ぶ。飛ばない、30個じゃ絶対飛べないはずだった。サイコの体はびくともしない。分かってたよ、風船足りなかったかもしんねえな。かなり。そんなこと言うまでもないだろう。これは失敗前提のおバカ企画なのだから。あ、もしやパイプ椅子じゃなくてフロイスとかの方が良かったか。そこなの論点。これを本気で成功させたいのなら軍事用の風船もしくは巨大風船を使うべきだ。僕のこの提案を聞いた彼女は、おお、なんだお前バカ野郎、なんでそれを先に言わねえんだ、気づいてとすとんきょうな声を上げて僕に肩パンしてくる。いやいや、今日会ったばかりじゃないか、先に注意できるわけないし。てかだいぶアクティブだよなこの子。きっとこのシーン動画のオチに使うんだろうな。天才なんだかバカなんだか正直何とも言えないし、間抜けすぎて笑っちゃうけどさ。普段を普段通りに平然と過ごしているくらいなら、たまにはサイコのようなこんなこと関わるのもなんだか悪くはないような気がした。まあ、なんか自分の人生にちょっと潤いが増すよね。相変わらず背景がちょっと物騒。そうこうしているうちにもうすっかり夕暮れ時だ。焼きそばパンタイムからこんな時間に経っていたなんて。楽しんでやっていたら単純作業も案外あっという間だったな。これフラグ立った？今日は手伝ってくれてありがとうよ。女子がいるのってマジで助かるんだな。いやいや、言うほど大したことは手伝ってないはずなんだけどさ。そんな満面の笑みで感謝されたら悪い気はしないよな。そろそろ俺っちも女子を取った方がいいのかもな。へへ、なんつって、かわいい。そんじゃまたどっかで会おうな、メタロウ。バイバイ。大荷物をリュックサックにまとめたサイコは公園の出口へと歩いていった。あんなこと、いつも一人でやってんのかな。ちゃんと数字に繋がってるんだろうか。おし、ちょっと調べようぜ。収益化とかさ、1円にもならなかったらやる気も失せちゃうと思うし。それとも、そんなお金のことなんか気にせずに精神を謳歌するためだけに趣味でやってたりして、そういう人って絶対伸びると思う。あの子、おっとぼけだからありえなくなんもないんだよな。説得な、間違えたよ。損得なんて関係なしに。おーい！お？声の下方を見ると、サイコがこちらを見てブンブンと手を大きく振っていた。まだ帰ってなかったのかよ。言うの忘れてた。チャンネル登録よろしくな。登録しちゃうもん。はいはい。僕は半ば呆れながらも手を振り返したのだった。かわいいな。これ恋するよね。これ俺主人公だったらもうね、アタックするね。めちゃくちゃ恋でしてる。もうスーパー仕掛ける。でもな、メンヘラだって知ってっかんな。はあ、今日は疲れたな。もう、てか部屋の薄気味悪さがもうまたすごいんだけど。家に帰った僕はベッドにゴロンと寝転がる。普段やらないような作業をしたせいか、どっと疲労が溜まっているような感覚。このまますぐ眠りについてしまいそうだ。あ、お、調べちゃう？僕は思い出したようにスマホを取り出す。サイコのことを調べてみよう。衝動的にそう思ったのだ。花火師チャンネル、サイコ。ウサチューバーチャンネル、登録者58万人。いやもうガチの人じゃん。上を見ればキリがないような世界だが、この数字は普通にすごいと言える。素人がなかなか届くものではない。先輩って呼びます、今日から。なんだ、まさか僕、すごい人と出会っちゃったんじゃ。だいぶだよ。にわかには信じられないけど、そういうことになる。やばい。敬語どころかタメ語使っちゃったぞ。ファンに見られたら殺されるかも。だって同い年だって言うから。学校は行ってないとか話してたし、ただのウサチューバー気取りの不登校かと思ってしまった。それにしても、そんなすごい人とお近づきになれるなんて。もしかして、僕って超ラッキーなんじゃないか。かなり。僕もうまくやれば、仲間に入れてもらえるかも。お、超人気検証動画コンビ YouTuber 目指す？よく噛まなかった。そんな悪巧みが頭のどこかに芽生えてくるのを感じた。ワクワクする気持ちが抑えきれず、その日僕は一晩中サイコの動画を見続けていた。もう下心満載だな、主人公。まあ男だしな、しょうがないよね。可愛いこの人。出てくるのかね、この人は。お、なんだなんだ、急に。青く深い星空のもと、キラキラと輝く星に照らされた女と少年は語り合う。これ、あげるよ。なんだ、これ、サイコロ。うん、君が困った時はこれを転ばせばいい。転ばしちゃダメだよ。転がせばいい。神頼みでもしろって言うのか。まあそうだね。正確には困ったら神様に聞けばいいってこと。え、ストーリー中使うのかな。
この正六面体はいつも正しい答えを教えてくれる。僕らは神様が決めた運命に抗ったらダメなんだ。そういう風に作られているから。運命に抗うなら最大数を出さなくちゃいけない。6? あ、それこそ最初の冒頭でね、結局4出して負けたもんね。どうやって？知ってるかい？サイコロの出目は表と裏を足すと常に7になるんだ。ん？この言葉をどうかいつまでも忘れずにいて。え、何そんな重要なワードだった？君が栄光を手に入れるためのおまじない。お前、バカだよ。ははは、ひどいな。こんなもので救われるんだったら、俺はここまで苦しんでいない。そうだね。こんなの気休めだもん。俺、早く死にてえな。おいおい、どうしたお前。どうして？理由なんて、どうでもいいだろ。そんなの、後付けだよ。なんとなくで死にたいって思う人、いるのかな？少なくとも僕は、漠然と死にたいとは思えないよ。いつの日も、ちゃんと消えたい理由はあるんだ。お前が、知ったことじゃないだろうが。そうやって、隠さなくてもいいのにね。ほんと、素直じゃないな。お父さんとお母さんに愛されないからかな。それもあるけどさ、もっと別のことだよ。それじゃ、学校で何かあったのかい？図星、なんだ。いつもバカにされてる、幼馴染たちにか？あれなんか違うな。水かけられるのは日常茶飯事だ。ボコボコになるまで殴られて蹴られて、虫を食わされたり、いや最悪、あれが使えなくなるまで痛めつけられたりとか。笑っちゃうよな。こんだけえぐいいじめを受けて、逆に生きていたいやつなんているの？恋愛もしない、したくない、そんなのもう意味がない。俺にとって、性別なんてものは意味をなさないんだから。死にたい、消えたいって思ったことも何回かあったな。多分、俺は生きるのに向いていない。え、どういう状況なんだろうこれ。それで誰にも言い出すことができずにいるんだ。え、主人公の未来の姿なのかなこれ。あれ、これ最初の方の。あ、サイコロだ。なに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 、世界観がだいぶ壮大なんだけど。あれ、サイコロ落とさなかったね。え、未来の姿。あ、それこそやっぱ過去作が繋がってるのかな。もう、難しいところだね。